J リーグ開幕直前インタビュー、まずは湘南長木亮太選手です。よろしくお願いします。いや、やっぱり湘南のユニフォームが似合いますね。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。帰ってきましたね、いよいよ。帰ってきました。はい、はい、どんな気分ですか。いや、まあ7シーズンぶりですけど、まあ変わってないところと変わってるところたくさんあるんですけど、まあ馬乳で練習をして改めて帰ってきたなっていう感じはしてます。はい、変わっていなかった部分はどういうところですか。いや、変わってない、まあ選手は何人か、まあ3、4人変わってないんですけど、やっぱり、湘南というチームは、まあ、若くてエネルギッシュな選手がたくさんいて、球際がガツガツいける選手だったり、運動量が多い選手がたくさんいるんで、やっぱりそこの伝統というか歴史というのは変わってないのかなというのを感じています。うん、改めて湘南のユニフォームを7年ぶりに着てみて、はい、どんな感想になりました。そうですね、まあ、この緑のユニフォームをまた着ることができて、まあ、やっぱり新鮮な気持ちと、また戻ってきたなっていう気持ちが同時にあるんで、まあ、本当に今年は楽しみにしています。いろいろ葛藤がある中でオファーがあって即決をしたということを伺いました。はい、改めてその移籍を決めた一番大きな要因というのはどういうところでしょうか。まあ、やっぱり湘南というチームにずっと自分を気にかけてもらえてたことがやっぱりすごく話を通じて伝わってきたし、まあ、自分もね、今年34歳の年になるんですけど、まあ、まだまだ動ける自信もあるし、そういった、まだ動けるうちに帰ってきて湘南にこう力を還元したいなっていう気持ちが強かったので、まあ、いいタイミングでオファーをくれたなっていう感じだったので、決めました。外から見る湘南というのはどういうイメージでしたか。そうですね、まあ、やっぱり球際強いですし、走れる選手たくさんいるし、で、まあ、比較的若いチームだなっていうのはずっと思ってました。今年の2022年の、はい、湘南のチームカラーといいますか、はい、どういうチームに仕上がってますか。そうですね、まあ、新しく入ってきた選手も、すごく実力のあったり経験のあったり選手が入ってきてるし、で去年から、残ってくれた選手もすごく力のある選手が多いので、でチームとしても、5位以内、勝ち点55という数字を目標にやってるんで、まあ、目標は本当にいい設定だと思うし、それを達成するための、力は備えてると思ってるんで、すごくそれを達成できるのが楽しみにしてます。本当に若いメンバーも息のいい選手が多くて、はいはい、うん、その中でベテランとしてやっぱりチームを引っ張るという立場だと思いますが、その辺りはいかがでしょうか。はい、まあ、そうですね、まあ、以前いた時とはまた違った役割、経験も重ねて年も重ねて帰ってきたので、まあ、そういった下に伝える仕事だったり、プレーの見せ方だったりっていうところもまた求められてると思うんで、まあ、そういうのを今年、2022年からは、しっかりできればいいかなと思います。長木さんは開幕戦はどういう位置づけですか。はい、そうですね、まあ、チームとしてもやっぱり勝ちたい、試合の一つですけど、まあ、毎年思うのはやっぱりチーム内の競争を、キャンプから、勝ち取るっていうのが自分に、いつも、課せてるところなので、まあ、まだ誰が出るか分かんない状況ですけど、まずはそこを勝ち抜いて開幕スタメンを取りたいなって気持ちでやってます。もちろんスタメンですよね。いや、分からないです、それは。それはやっぱり監督が決めることですし、まあ、その時のコンディションっていうのもあるし、そこに向けて今一生懸命やってます。今年この選手が伸びてきそうだ、ブレーキしそうだみたいな選手、長木さんから見ていますか。湘南の中にたくさんいます。たくさんいます。はい、一人を挙げるならば誰でしょう。一人を挙げるんですか。はい、一人じゃちょっと絞れないですね。誰いきましょうか。いや、本当にいっぱいいるんで、はい、まあ、自分も含めてですけど、まあ、成長しないとその目標達成できないと思うので、うん、まあ、若い、今だったら中盤の田中だったり、太陽だったり、本当に可能性のある選手がたくさんいるんで、まあ、そういった選手に負けないように自分も頑張っていきたいなと思ってます。はい、白いボールを用意しますので、はい、俺アピール、はい、今年の俺のここを見てくれというところをサインとともに書いていただきたいと思います。大きく書いちゃっていいですか。大丈夫です。
じゃあ書きます、はい。ご紹介いただいてよろしいですか。ハードな趣味です、はい。その言葉を書いた意味は何でしょうか、はい。まあ、やっぱり、自分の特徴だったり、自分の良さっていうところは、中盤での守備の強度だったり、球際の強さだと自分では思ってるんで、まあ、そこの自分のストロングポイントを書きました、うん。その守備で5位、はい、勝ち点55、はい、ぜひ勝ち取ってください。はい、頑張ります。7シーズンぶりに、また湘南ベルマーレに帰ってきました。今年は、チームとして5位以内、そして勝ち点55という目標を掲げているんで、その目標を達成できるように、自分のプレーいいプレーをして、勝利に貢献して頑張っていきたいと思います。1年間よろしくお願いします。長木亮太選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。